スプリットを使用するためには、まずスマートウォレットアプリの最新バージョンを持ちであることを確認し、持っていない場合はアプリを更新する必要があります。アプリストアにアクセスして、検索バーにスマートウォレットと入力し、更新ボタンを押してください。また、補修を受け取るためには、お持ちのウォレットをアクティブ化する必要があります。アクティブ化には1つのコインが十分ですが、スプリットコントラクトの実行にはスマートコインが必要なため、成功するスプリッティングを行うためには十分なスマートコインを保有することをお勧めします。では、アプリが最新バージョンであることとバランスにスマートコインがあることを確認して、ウォレットを開いてください。スプリットボタンを押してください。バランスと取引履歴の詳細が表示される画面が開きます。スプリッティングに参加するためには、バランスのすぐ下にあるスプリッティングボタンを押してください。スマートコインがバランスに十分にあることに注意してください。スプリットコントラクトの実行にはスマートコインが必要です。バランスに十分なスマートコインがない場合は、バランスを補充するように求められます。バランスに十分なコインがある場合、スプリッティングの現在のステータス情報が表示される画面が開きます。開いた画面には次のような情報が表示されます。マイスプリッツ、バランスのスプリットトークの数量。トータルサプライスプリッツはブロックチェーン上のスプリットトークの総数です。デイリーリワードはスプリットトークの保有者に割り当てられるウルティマトークの日々の数量。カレントブロックは現在のブロックを表示します。ファイナルブロックは現在のハルビング期間の最後のブロックを表示します。My Estimated Reward はスプリッティングに参加できるすべてのスプリットに対する補修の予想値です。注意、事項としてお使いのアドレスにトークンが届いてから24時間未満の場合、補修を要求することはできません。スプリッティングの準備ができているトークンを確認するには、My Splits をタップし、Splits Details というセクションに移動してください。補修を受け取る準備が整っているトークンと、そうでないトークンが表示されます。補修を要求することは可能ですが、24時間以上のスプリットにのみ補修が付与されます。補修を要求した後、すべてのスプリットトークンのエイジがリセットされます。すべてのトークンが準備できていることを確認したら、スプリッティングセクションに戻り、画面の左上の矢印をタップして、クレームリワードボタンを押して、補修を要求してください。確認画面が表示されます。スマートの手数料についての警告に注意してください。最大で100スマートになります。バランスにスマートが不足している場合は、要求した補修が契約のエネルギー不足のために、ブロックチェーンによって実行されない場合があります。そのため、スマートのバランスを十分に補充することをお勧めします。では、ウォレットに十分なスマートコインがあることを確認し、製品の利用条件に同意するチェックボックスをオンにして、コンファームボタンを押してください。完了です。補修を正常に要求しました。OK ボタンをクリックするだけで、ウルティマトークンの画面が開き、補修を確認できます。最後に製品を使用する際に知っておくべきルールについて注意してください。スプリットトークンの任意の送信トランザクション1000分の1であっても、すべてのトークンのエイジをリセットします。ウォレットに異なる時期に受け取ったスプリットトークンがある場合、補修を受け取る準備ができる時期も異なります。スプリットトークンの最小エイジは24時間ですので、補修を要求する際には、補修を受け取る準備ができていない24時間未満のトークンもリセットされます。スプリッティングに参加し、毎日補修を要求するのを忘れないでください。ご成功をお祈りします。ご質問がある場合は、サポートにお問い合わせいただき、喜んでお手伝いいたします。